ばんは、パンダマです。ただいま、潤い中です。これはですね、ナノケアです。もうお肌がカッサカサだったので12月にゲットしてたんですけど、毎日のようにやってますね。あー、いいね。まずはこのアベンノータですね。アベンノータ、これを風呂上がり10秒以内に必ずシューってやってます。アベンノータって私ずっとおすすめしてるんですけど、化粧水であり、こうなんかなんて言うんだろうね、まあ魔法のお水だと思ってずっと使ってます。じゃん、導入化粧水。以前から口コミで結構評価高いと思うんですけれども、あのコットンでパンパンパンパーンって、でこれの後にゾンバイユ、バイユですね、塗って、そしてアットコスメ第1位でもある毛穴なでしこさん。私今までずっとルルルンパックを使ってたんですけれども、まあ過去の動画で知ってる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、なんか実際自分の顔にフィットしてないな、お肌にフィットしてないなっていうのを感じてまして、でアマゾンでこれを買ってみたらすごくよくって、こう密着するというか、すごい潤うというか、カサカサを隠せるというか、でしかもコスパがいい、なんでこれ使ってます。軽くなんかお肌の手入れも同時に紹介したけど、アベンヌやって、導入化粧水やって、ソンバーユやって、この毛穴なでしこさんがすごく私はお気に入りでございます。あとこれは去年の夏アメリカ行った時に買ったビタミン E オイルなんですけれども、まあ、なんか塗りたての時とかすっごいテカテカになっちゃうんだけど、今日も今塗ってるんですけど、なんだっけな、老化するのを抑えてくれるみたいな感じで、なんでこれをビタミン E オイルを塗って、こうやってマッサージしながらね、結構塗りたくってます。でなんかビタミン E オイルは物によっては薄めて使わないといけないらしいんですけど、これはそのままでいけるやつで、次ヘアケア用品。これね、昔の動画でも紹介してて、イムライズとヘラスターゼのシモンテルミックってやつ、この2つヘアケアですごいおすすめです。イムライズに関しては髪が濡れた状態でお風呂上がり、今日とかもそうだけど、髪が濡れた状態でこのオイルつけてドライヤーで乾かすと髪の毛がまあ元気になっていく。ヘラスターゼに関してはコテとかアイロンを使う時に熱を通す前にこれを塗ってあげるとすごいサラサラになる。この2つに関してはちょっと値段が高いんですけど、やっぱそれなりの効果がすごいですっていう、今これは物に関しておすすめしました。で今回この動画でご紹介したいのが、今までのこの商品たちもそうなんですけれども、私自身が中3の時かな、中3の時に雑誌で見てからやってる顔のリフトアップの効果のあるものでご紹介したいんですけど、で、割り箸。この割り箸をですね、歯の前から1、2、3番目くらいのところに挟むんですよ。こんな感じ。すごい、あの、見た目はすっごいちょっとね、お下品な感じするんですけど、これが、顎のラインと頬のところの筋肉がすごいプルプルするんですね。中学の時に1週間くらいでみんなに痩せたって言われたんですけど、それは全部これのおかげ。私もね、糸リフトとかやりたいなとか思ったりするんですけれども、まだまだギリギリまでは、自力でなんとかしたいと思って、そうから地道に結構やってます。これね、でも騙されたと思って結構やってみてほしい。この辺シュッてしてくる、パッてしてくる、これはおすすめでございます。そう、やっぱさ、美はさ、一日にしてならずとも言うし、こうダイエットも美容も全部一緒で、一回始めたらもっと綺麗になりたい、もっと可愛くなりたい、どん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 ゴールが遠くなるというか、言ったらゴールがないと思うんですけど、初めからねこうお金かけるのもありだけど、私はすごいその辺ドキなので、地道に自分でできることからまずとか思って、あとは最近家でね、今更ながらビリーズブートキャンプとかやってるんですよ。自宅でできることに越したことはないというか、家でできるものは簡単にできるしっていうので、続けられるものを結構探しながらやってるみたいな感じです。この割り箸のと毛穴なしこさんを一番にご紹介したくて、ちょっとご紹介させていただきました。逆になんかこうこれいいよとか、まあ、とりあえずおすすめがあったら教えてほしいなっていう感じでございます。というわけで、簡単ではございますが、最近の私の美容事情っていうのかな、まあおすすめ品みたいな感じでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。